皆さんです。本日は総勢16名の皆様にお越しいただきました。黒髪になってちゃんと天空寺たけるですので、今日は雪も降る中、足元が滑る中、お越しいただき本当にありがとうございます。よろしくお願いします。今日はいつもの衣装じゃないんですけど、ちゃんと誠を意識してライダース着てきたんで、短い時間ですが楽しんでってください。よろしくお願いします。今朝ではないんですけれども、おなりを意識したこのカラーで今日は来させていただきました。今日は何卒よろしくお願いいたします。ガンマ世界でしばらく暮らしてたら茶色の髪色になってしまいました。本日はよろしくお願いします。仮面ライダーエグゼイド北条恵美役の飯島ひろきです。今回、このような舞台に初めて立ったんですって、ちょっと緊張してるんですけど、皆さんどうぞよろしくお願いします。今日はお足元が悪い中お集まりいただきありがとうございます。はい。仮面ライダースナイプ花屋大河役の松本幸雄です。本日はよろしくお願いします。仮面ライダーゲームは、みんなにはまだ内緒なんですけどね。あとゲームコーポレーションの社長をしてますダン・クロートです。本日はよろしくお願いします。こんな寒い日に一人だけアロハシャツ着てるんですけども、今日は楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。本日はこんなに寒いのにわざわざ、足を運んでいただきましてありがとうございます。本当に素晴らしい作品ができたと思ってます。本日は楽しんでください。よろしくお願いします。今までこの映画の予告編などではレジェンドライダーの方の姿がはっきりと映っていませんでした。ここで、はい、初めて発表させていただきます。皆さんどうも久しぶりです。仮面ライダーウィザード、そして孫悟空役の白石俊也です。今日はそちらの会場に行けなくて申し訳ありません。僕の代わりといってはなんですが、そちらに今から熱い男が行くそうです。嬉しかったですし、もちろんオファーをいただいてもうすぐにやりたいと思いましたし、もう西見さんめちゃくちゃ嬉しそうなお顔。いやいやいや、うん、めっちゃ嬉しかったです僕。 LINE 電話で来て、西見俺映画出るから、ちょっと待って、似てないから、似てないですか。やっぱりもう素晴らしかったです。なんか命燃やすぜ。うわ本当に仮面ライダーだなって思いました。いやあなたも仮面ライダーだよ。1年経ってもやっぱり先輩は先輩だなって思いました。いや本当歴代ライダー様、先輩ライダーさんと3です、3です。そんなの本当に一緒に共演できて本当にすごい刺激受けましたね。現場のスタッフさんたちは本当に歴代の仮面ライダー何年もずっとやられてきて何でも知ってる方なので、家族みたいになることが僕は大事だと思って、やっぱ1年間こう撮影終わって一番寂しかったのはいろんなスタッフさんとこう離れるのがすごく寂しかったし、やっぱそことの関係性を一番大事にしていけばやっぱおのずとなんかこういい雰囲気になっていくんじゃないかなと思います。もうちょっとお願いします。はい、しばらくお願いします。